ですよ。はい、ゆめこさん、ルール説明お願いします。はい、各チームから2人の選手に参加していただきます。リレー方式で戦うことになります。選手はホーム、1塁、2塁、3塁ベース付近の障害物を全てクリアしてホームで引き継ぎ、最後の選手が先にホームに帰ってきたチームが勝ちとなります。まずスタートですぐにバットを20回気合を入れて声を出して振っていただきます。本気ですよ、本気の声ですよ。そうですよ、はい、そしてホームから1塁まではペアの相手に助けてもらって手押し車で進みます。1塁から2塁までは先ほどウイカーキャッチボールでも参加いただきました北東浦リトルシニアの皆さんが待っています。その1人を選択してお姫様抱っこをして2塁まで行ってください。男同士のお姫様抱っこ、あそこ別に女性でもよかったんじゃないですか。チアドラの皆さんでよかったんじゃないですか。チアドラでよかったんじゃないですか。昔でそうなんですよ。男性同士、はい、2塁まで行きましたらそこで水泳のゴーグルをつけていただきます。飴玉を探して口に加えてください。そして2塁から3塁は三輪車を漕いでください。3塁まで行きましたらバットをおでこにつけて10回転してホームに帰ってきてもらいます。戻ってきたら次の選手にタッチ。タッチのチームですね。各チーム2人いまして2人目が最後ホームに帰るのがゴールになります。第2走者は最後までのホームレースを踏んでください。それではホームチーム、さらにはリスナーチーム、それぞれ選手が決まっておりますのでご紹介いたしましょう。ホームチームは大野雄大投手、磯脇隼人選手です。よっしゃー。ビジターチームは福谷浩二投手、赤坂和幸選手です。ちょっとお姫様ダンクが楽しみです。楽しみですね。ちょっと一塁側のベースの後ろにいる中学生がドキドキしてるんです。中学生ってドキドキしますから、はい、さあ大野さん、磯脇さん、福谷さん、赤坂さんがやってまいりました。大野さん、自信のほどは絶対勝ちます。絶対勝ちます。第一走者、第二走者、どっち行きます？第一で行きましょう。さあ磯脇さん、自信のほどは大野さんが差を広げてきてくれると思う。余裕で1位で優勝します。ぜひ頑張ってください。さあ、福谷さん、意気込みを聞かせてください。第一走者、第二走者、どっちします？もう一回説明。手押し、20回素振り、手押し車、お姫様抱っこ、飴くわえて三輪車、ぐるぐるバット。何してたんですか？赤坂さん2番目、福谷さんが1番目ということで、さあ、それでは第一走者のお二人はバットを持って打席付近に行ってください。お調子者ですね。いいですね。お調子者ですね。いいですね。調子者ですね。怪我だけしないでくださいね。必ず声を出して1,2,3,4,5,6と20回振ってくださいね。さあ、それではスタンドの皆さんもご注目ください。第2競技は障害物リレーです。お願いしますね。先に帰ってきた方が勝ちですよ。中学生たちドキドキしなくていいからね。身を預ければいいから。ドキドキしております、中学生。本当に多分ドキドキしてますね。おそらく抱かれるのは人生初だと思います。人生初の抱かれるのが今日。しかも憧れのプロ野球選手です。そうですよ。名古屋ドームで抱きかかえられるというね。一生の思い出です、それでは参ります。はい、障害物リレー、よーい、1、4、中学生たち、身を預けるんだよ。
この角度では見えない。水脇さん、最後、滑り込みました。やっぱり先輩が頑張ってるんで、後輩が残らないんで、よっしゃ、素晴らしい、素晴らしい、最後、押されたんですけどね、赤坂さん、パンダみたいになってます、背中の水分がなくなりました、非常にまだなくなりました、お水を誰か早く行きたいと、今、かなり危ない状態ですね、お水をください、誰か。福谷さん、真面目に3人車超えてました。あ、大丈夫ですか。途中すごい勢いで誰かに抜かれていきました。